なの一緒に撮ってた。ちょっと待って、そろそろ一服かな。疲れたまんだ。これが大津です。すべては勝利のためマツちゃんボミにも同時発信場所の皆さん、大津レースの旅立ちです。久しぶりだしね、こっち。向こう側行くか。ここ渡って向こう側行けばいいか。ここマップ。感じで、どうしよっか、銀座方面行く？急に来ます。こっち新橋でしょ？じゃ
50円揚げ買おう、え、何屋さん、串揚げ屋さん、生中90円、安いね。ここ何、つけ麺屋さん、あ、たい焼きも美味しそうだね、羽根付きのたい焼き屋さん、わー、そこも綺麗だった。あ、ここは大丈夫なのか、信号渡って、あ、なんか焼き鳥のいい匂いする。じゃーん、これでよっしゃ、こんな感じ。どうしよっか、バーベキューってこっち行くか。じゃーん、銀座ないのか、入る、まあ外側で行くかね。こんな感じで、じゃじゃじゃーん、こんな感じでいいかね。あ、ここミスタードーナツだ。じゃじゃん。これで。それから。この辺は向こう側に行くとあれか、クラブ街、飲み屋さん街があります。よし、じゃーん、ここモス、え、モス&カフェ、モスバーガーのカフェなの？へえ。あ、なんかすごいシックな感じ。ね。じゃん。あ、温泉地が綺麗。ほら。ね。じゃーん。これで銀座もほんと久しぶりだよね。めったに来ないもんね、こっちはね。じゃーん、あっちはクラブ街、ネオン街です。うお、すごいドレス、ほらすごいね。これあれかな、お姉さんたちのドレスかな、ね。うわー、セクシー。じゃじゃじゃーん。そこあれかな、博報堂かな、なんだっけ、博品館劇場かな。あ、ほら、博品館劇場だ。ね。じゃーん。そこにドンキがあって。じゃじゃじゃーん、銀座ナインのクリスマスツリー、かわいい。ほら、こんな感じ。じゃーん、ちょっと待って、
個向こうだっけ、忘れちゃったな。わあ綺麗だね、ほら見て見て見て、キラキラ。見て見てツリーの、これあれかな、博品館のツリーが向こうに映ってんのか。ほらね、博品館のツリーが向こうに映ってるけど、こっからじゃ入らないな。こんな感じ、じゃーん。あれこんなに狭かったっけ、もう一個向こうだっけ、ここでいいんだっけ、忘れちゃったな。わかる、見えてる。お蜂、これは何の蜂だろう。和光の方行ってみよっか。なんだっけ、日産とこね、綺麗かなと思って。一本間違えたかな私、なんか通りが狭いような気がするんだけど、もっと広くなかったっけ。合ってる、ここで。わかんないんだよね。もう一本向こうかな。じゃじゃーん。ここは一本左？こっち？あ、かわいいね、ほらここのツリー、じゃ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 ーん。ちょっと来すぎちゃった。まあいいか、あそこにさ、なんだっけ、元の町酒屋っぽいのがあるんだけど、名前忘れちゃったけど、あれ違うかな、あの右側のこのヤマハのさ、次の、ライオンの先あたり、ちょっとわかんないな。あ、ここ資生堂、資生堂で、じゃじゃじゃーん。
去年か一昨年バスかなんかで一回通ったのかな、なんかお散歩できたような気がするんだけどな、忘れちゃったな。あ、ここエクセシオールカフェ、あ、ディオールだ、あそこにあるの、ディオール。それでここ何、読めない。うそ、じゃあオメガ、それでザラがあるね、ザラがあって、ここクロエ、クロエ、ザザザーン。それで、あ、ペラガモだね、じゃーん、華やかだね。それでディオールがあって、セリーヌがあって、あ、ここってあれだよね、元の松坂屋だよね、昔の。じゃーん、なんで、なんて読むのここ、わかんない。銀座六丁目。じゃあそこがライオンビアホール。んで、セリーヌか、セリーヌがあって、わあすごいね。じゃーん、もうグランドショップが目白押しだね。じゃじゃじゃん、あ、ここ銀座六丁目なんだね。あ、これ六。さっき八があったよね。これ六。ああ、何丁目かっていうことかしらね。これもしかして。うわー。ここ昔の松坂屋でいいんだよね。じゃじゃーん、あ、ユニクロ、あ、かわいい、見て揺れてる、ほら、じゃじゃーん、見える、ね、